フラッシング、メインストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の北側ターミナル駅で、クイーンズ区フラッシングの中心部、メインストリートトルーズベルトアベニューの交差点付近に、ある。メインストリート駅、または、メインストリートフラッシング駅とも呼ばれる。7系統が終日、7系統がラッシュ時の混雑方向に運転されている。フラッシングメインストリート駅はもともとは、 インターボローラピット、トランジットとブルックリンマンハッタントランジットとの間のデュアルコントラクツの一部として建設された。1928年1月21日に開業し、当駅の完成をもって、フラッシング線のクイーンズ区内部分が完成した。さらに東に延伸する計画もあったが、これまでのところ建設されていない。1990年代には、 駅施設の改築工事が行われた。2014年には1908万5948人が当駅を利用し、これはニューヨーク市地下鉄の中で12番目に多く、マンハッタン島外の駅では最も多かった。東口のエスカレーターあたり駅はフラッシング線を当時の終点だった103丁目コロナプラザ駅から延伸する際のデュアルコントラクツに、 基づいて建設された。路線が計画された1910年代当時は、フラッシングの中心部は静かなオランダ植民地スタイルの村であった。現在のルーズベルトアベニューは、アミティストリートと呼ばれ、ネイバーフッド内でも大きな商店街になっていた。建設にあたって、地元住民の反対や資産価値の下落、高価駅を設けると、アミティストリートの拡幅が必要になることなどから、 地下駅とすることになった。このため、当駅は、フラッシング線において7つしかない地下駅の一つ、クイーンズ区内の3つの地下駅の一つ、クイーンズボロプラザ駅より東にある、唯一の地下駅になった。駅及びフラッシング川を渡る2階建ての橋の建設は1923年4月21日に、始まり、駅はオープンカット工法で建設された。 1927年に橋が完成。1928年1月21日には駅も改良し、現在に至るまで使用されている。駅の開業により、フラッシングの中心部は商業化が進み、交通の拠点ともなった。利用客の増加に伴い、第二次世界大戦後には東口が増設された。 1999年から2000年にかけて大がかりな改築工事が行われた。これは1970年代から計画中だったもので、この改修工事により1990年障害を持つアメリカ人法に準拠したアクセシビリティ工場が図られた。また、線路の車止めのずっと先、駅の東端部のリップマンプラザよりに新しい入り口と、 エントランスホールが設けられた。フラッシング、メインストリート駅は2004年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。また、当駅があるフラッシングの中心街はフラッシングチャイナタウンとしても知られ、ニューヨーク市でも最大のアジア人街の一つになっている。デュアルコントラクツや第二独立地下鉄網のようなニューヨーク市地下鉄の路線網拡張の中で、 フラッシング線もメインストリートからさらに先近くを走っていたベイサイドのベルブールバード方面に向かうロングアイランド鉄道ポートワシントン支線と並走する形で延伸する計画があった。これは149丁目の北で分岐してカレッジュポイントに向かうものであった。当駅は島式ホーム2面3線の構成である。ルーズベルトアベニューの幅に合わせてホームは やや狭くなっている。壁にはモザイクでメインストリートとあり、プラットホームのタイルには M と書かれている。地上階に9つの入り口があり、2カ所の改札口につながっている。開業当時からの出口はホーム中ほどにあり、改札は線路上の中2階の24時間営業の駅員詰め所で行われている。また、階段でメインストリート、 ルーズベルトアベニュー交差点の4つの角のどこにでも出られる。新しい改札口は天井が非常に高いリップマンプラザの地下約12メートルにある。中2階はプラットホーム階にあり、ADA 準拠のエレベーターと片方向運転のエスカレーター3内と階段でリップマンプラザの地上階とつながっている。1998年にハッピーワールドと名付けられた装飾が 改札口の上に設けられた。ディップマンプラザはディップマンアーケードとも呼ばれ、歩行者通路で市営駐車場と39番街のバス停に繋がっている。ホームの西端には事務所とフラッシング線の指令所がある。この指令所で列車運行と路線管制が行われ、乗務員の報告を受け付けている。線路は駅の西、カレッジ、ポイントブールバードで地上に出て、 フラッシング側を渡る高架橋へ登っていく。近くで連絡しているロングアイランド鉄道の同名の駅ともどもクイーンズ区内で最も利用客の多い路線バスと地下鉄の乗り換え駅二つのうち一つで北米では最大である。2015年時点で20を超えるバス路線の奇襲点または途中駅となっている。ありがとうございます。